ダウンタイム4日目です。だいぶ晴れがねなくなったと思うんですけど、こんな感じです。こっちは超普通、普通の人の顔って感じでしょ。でこっちが、こっちも晴れはだいぶなくなってるんだけど、この目の充血が怖いね。とあとこの内出血が、まあ少しずつなんかパープルの部分がなくなってはきてるけど、この黄色がね結構残りそうだなって感じですね。でちょっと今日試しになんかこっちのここだ、こことかをね隠すためにメイクをしてみたんだけど、その写真がこちらです。結構良くない？消えてるよね。だからメイクとかをして消すことは全然できるから、お出かけもできると思うんですけど、目が悪いんだけど普段はコンタクトしてるんだけど、まだ1週間経ってなくてコンタクトができないんですけど、メガネがないのでちょっと裸眼で過ごしてます。なんでメガネないかっていうと、メガネをしてる自分が本当に嫌いなので、もう絶対にメガネをつけないって思ってます。はい、こんな感じで順調なダウンタイム4日目でした。でこっち側はさ何もなさすぎない？逆にどうした？えこっちやったらさ全然整形しまくるんだけどってくらいさ全然何もないよね。こんな感じです。すごすぎる。じゃあね、バイバイ。ダウンタウンダウンタイム6日目です。今日はメイクして、してみました。こんなくめちゃくちゃ、ちょっとねこのあざを隠すために分厚いんだけど、メイクが内出血は隠れます。目がまだ赤いかなっていう感じですね。腫れがちょっと服とかが腫れてるから、なんか整形した人って感じの顔になってます。メイクしたら結構カバーできるので全然普通に生きていけます。すっぴんはこんな感じ。まだこんなあざがね残ってる感じで、ちょっと薄くなったかなって感じですね。目の赤いのはだいぶちっちゃくなってる感じがすると思います。顔がむくんだ日みたいな感じです。今日はなぜかいきなり赤い血の混ざった目やにがこっちから出てくることがたまにあるかなって感じですね。まだまだ冷やしていこうと思います。バイバーイ。